クラプラ火山の溶岩流溶岩流とは、火山の噴火に伴って、地下のマグマが液体の溶岩として地表に噴出し、流化する現象、及びその結果、地表に残された地形のこと。溶岩流が生成する噴火の条件として、下記3項目が挙げられる。溶岩の粘土は、その温度や成分、結晶の含有量によって、著しく異なる。二酸化系素。 研修溶岩の主成分は二酸化ケイ素だが、その比率が増えるに従って粘度が上昇する。二酸化ケイ素の少ない玄武岩を噴出する噴火では、火口から噴出した溶岩は十分に粘度が低く、長い距離を流れおり、典型的な溶岩流となる。逆に、二酸化ケイ素を多く含むデイサイトや流紋岩質の溶岩は粘度が非常に高く、マグマが地上に出た場合、 溶岩ドームを作るのが普通で溶岩流にならないことが多い。そのため溶岩流を発生させた場合は厚さが100メートルを超えるような溶岩流ができることもある。溶岩流の厚さは流門岩が一番厚く、泥イと安山岩、玄武岩の順に薄くなる。マグマが上昇の過程で気発性成分を失うと激しい爆発を伴わずに静かに地表へ流出する。逆に、 気発性成分が多いと爆発が起こって、テフラが生産される。急激な減圧のためにマグマ中に含まれる、気発性成分が激しく発泡して体積が膨張するからである。大陸地域で非常に膨大な量の玄武岩質溶岩が噴出しできたと考えられている、玄武岩の巨大な岩体のこと、デカン高原、シベリアトラップ、コロンビア川大地などがある。詳細は、洪水玄武岩を、 山椒溶岩流に襲われる住宅地溶岩流をつく観光客人が溶岩を踏み抜いて真っ赤な溶岩の中に落ちたことがあるがすぐにすくい上げられて両足に大やけどだけで済んでいるこのようにすぐには炭化や溶けることがないのは人体に水が多く含まれているからである防災面では溶岩流の流化速度は緩やかであり人の避難は容易であるしかし溶岩が流れていく先に 人の財産がある場合はしばしば人との間で攻防が起こる。例えば、1973年、アイスランドのエルト・フェットルの噴火では、港の入り口に迫る溶岩流にポンプ車で海水を大量にかけ、溶岩を冷やして固め、港の閉鎖を防ぎ島の重要な産業であった漁業を守ることに成功している。アメリカのハワイ島のマウナロアやキラウェア、イタリアのエトナでも、 しばしば溶岩流との攻防が起きている。日本では、三宅島の1983年の噴火、伊豆大島の1986年噴火で溶岩流の進行を抑えるために山水が試みられている。一方、人と溶岩流の相性は悪いものだけでなく、戦術のハワイ島では溶岩流が観光の資源の一つとなっており、溶岩流を観察したり、 溶岩を救ったりするツアーが行われるなど、人と溶岩流が共存している場所もある。また、溶岩流が冷え固まった後でも、その地形は気象であるため観光資源となる。ありがとうございます。